動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ソロモンプログラムやっていきましょう。レッツゴー。女神、パラスアテナが無断でディープマイニングしていたようだ。女神が無断でディープマイニングね。いいのかな女神様ね。12971層浅いな。何ごめんちょっと喋ってたから何言ってたか分かんない。畑を見てます。私はパラスアテナ、戦う勇気を授けましょう。まあ、プロセッサーカード取ってきてくれるからね。多少の無断は許しましょう。というわけでルーレットを先にやりましょうかね。おはすんだぜ、ベタピンじゃねえのか。なんだよいきなりお前はさ、そんな顔しやがってさ何わけのわかんねえこと言ってんだよ。04、さあどっちをやろうか。0か4か。0だな。猫さんを当てようかな。チューチュー。さあ大回転ギュレッツラゴー。ああゴールデンは忍者。ゴー。やったぜ猫さん。うちのエースが強化されるよ。忍者はね、忍者はい、ディープマイニング行きましょうか。さあさあ今回のピックアップバトルを見ていきましょう。さあ今回のピックアップバトル、ドラゴン同士のバトルでございます。先制して出すのは、おっとなんか筋肉が出てきたぞ相手チーム。こっちは猫さんが、出撃となっております。さあ相手も出尽くしたかな。まず先制は敵ドラゴン。こちらはまだ動かない。行くぞ。さあ相手の筋肉が動き出した。動きがキモいぞ。うちの猫さんがあまり進まない。さあ先制攻撃は、魔法使いですね。自爆ガエルは攻撃に移らない。今は膠着状態ですね。あの筋肉がどう動くかでしょうね。おっとここで魔法使いがやられた。やはり筋肉には弱いか魔法使い。自爆ガエルがボスに攻撃しない。弱いやつを狙っていくのか。自爆ガエル一撃でやられた。キング、うちのキングが出撃するか。出撃はしない。まだ耐える。さあ筋肉が動き出すか。おっと猫さんにダメージが当たった。ファイヤーブレスで反撃、引っ掛けで反撃だが撃墜ができない。これは状況的に見て結局はターン不足でちょっとね勝てる見込みがないですね。ヒーローは不滅。さあ過酷金の息で敵を一体沈めたが、あと3ターンで間に合うか。猫さんはまだ耐える。さあ敵ボスが猫さんに攻撃。猫さんが倒れる。さあこちらの行動は過酷金来た。おっとここで大逆転やりましたね。ターン不足で、倒せないかなと思ってたんですけども、意外とね過酷金が届い、あのボスにも届いて、ボスにも届いて勝ちましたね。
やドラゴン強いな。ドラゴンメインでやっていこうかな。猫さんは強化できるかな。お、やったぜ猫さん。マジで猫さんがランクアップ、レアプラスになりましたね。あと1回、あ、でもレアプラスを、レアプラス、いや、レアプラスは、当てないといけない。はい、じゃあ、フラッシュバックダンジョンやっていきましょう。さあ、今回の相手は、あれー、あれー、アップデートされてる。変わってますね。まず、通常のフラッシュバックダンジョンと、フーデッドディスティニー。疫病退散、疫病と抗う者たちの記憶、魔界の記憶、あ、同じです。フーデッドディスティ、フラッシュバックストーリー、フラッシュバックダンジョンだけじゃなくなりましたね。あ、ちょっと待ってください。はい、再開。ちょっと荷物が来まして、そっちの対応はですね、急遽やりました。ですね、フラッシュバックダンジョンがですね、フラッシュバックストーリーとなって、3つ、選択が3つに分かれましたね。とりあえず、まあ、フラッシュバックダンジョンを普通にやっていきましょう。おお、1日1回無料で挑戦できるダンジョンだ。敵キングを撃破して、ゲットしよう。G を使うとおかわりできるぞ。おかわりつって、あ、もう、バーサスのボスが、分かるようになってますね。今回、ドラゴンが相手みたいですね。じゃあメインデッキをとりあえず、まあ、どう変わってるか分かんないんでメインデッキでやっていきましょうか。前フラッシュバックダンジョンはあれでしたかね、ボスのシルエットは出てたけど、姿は見えなかったですからね。キングを選択、さあキングを選択しましょう。あ、じゃあミスキーだね。相手は一体のみだから、これは勝てるかもしれないし、うんこもらって。はい、ダンテズレッドドラゴンですね。黒いレッドドラゴンアシュ、黒いレッド、黒いのかレッドなのか。さあバトル開始です。まず召喚するのは儀式。始めるぜ。儀式さんですね。どこのあたり、こっち。まあ相手はもう敵がいないみたいですから。こっちは猫です。おひねりこよい。ひねりはいたしません。猫さんを。これで必殺技はまだですね。まず出せないね。さあ相手が攻撃を打った。おっと、これは範囲攻撃か。一気に一発食らう。おひねりはまだだね。さあ猫さんが出撃、まだ移動の段階。さあ儀式が攻撃に移る。なんでそこに移る。64、行きますか。という感じかな。でドラゴンの攻撃がどこだ。猫さんは入んない。猫さんは入らない。儀式に命中。あった、儀式がここで倒れた。じゃあおひねりしましょうか。本当は儀式がいる状態でやりたかったですね。
ここで一発バフをかける。んで猫さんはこのまま攻撃に突入ですね。ファイヤー一発46。あっとまだまだですね。さあキングは出撃。相手キングがどう出るか。おっとこれは範囲に入るか。ああ範囲に入る。猫さんがどうだ。耐えるか。まず耐えた。もう一発来るか。あっとここで2体。いきなりですわ。あいつらが勝手にやったんですわ。おひねりご用意。おひねりはご用意できないですね。儀式は何度でも蘇る。儀式が蘇りましたが、ターンとしては間に合うのか。これはうんーまいち。ダイだけだが攻撃力が強い。ひねらない。猫さん出撃。まっすぐ行こうか。もう一度しゃあ行くぜ。儀式は移動でもまだ届かないからここで待機。行くぜ。ドラゴンが、おっとちょっと移動した。あ、耐えた耐えた。ここらで一発バフをかける。ここで猫さんが攻撃に移る。儀式が必殺ができるので必殺をかます。この一ターンで決めれるか。しまいだ。オラ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 。くたばれ。まず一発入る。半分以上出したが、もっとここでストップか。これはこれは一旦引くぜ。これは残念。おひねりご用意。やりようがない。引き分けとなりましたね。いやー、ボスがあと一歩前に出て、もう早い段階で一歩前に出てきてくれればもしかしたら勝機はあったかもしれないね。じゃあ次こっちやってみましょうか。これはできるのか。浄土と厄災、長き、渡り長きに渡り繰り返されてきた戦いの記憶、すべての浮上は、浄化しベッコが清める、キングの棺残り、7ラウンド。どういうこと。あ、難易度は違ってる。とりあえずこれやってみましょうか。固定ですね。なんだ。俺はこの銃で攻撃する。少し離れたところからの。なるほど。固定でこのキャラクターで、キャラクター固定、出撃キャラクターが固定で、で、
メカニズムを研修してうまい具合にこいつで勝てということですね。勝てということですね。はい、じゃあドノーマルでちょっとやっていきましょうか。獲物だ獲物だ。キング、キングこいつしかいねえんだ。了解、やってみよう。援護頼む。さあバトルフィールドでやっていきましょう。が、キングは7ターンまで動けない。あ、もう動ける。さて、なんだ、とりあえず必殺技やってみようか。こいつを使って世界を元に戻す。あ、移動範囲もでかいが、7ターン以内に倒せっていうことね。おっと、よし、きっちり始末してやるぜ。やってみな。さあ相手が一発半分減った。でこちらがどうかな。さてこいつを使って世界を元に戻す。希望の弾丸、ここだ、シルバーバレット。やりました。俺は浄化師、悪い病気からみんなを守るのが仕事だ。お、こいつは希望の弾丸なのさ。ああ、飛ばしちゃった。ああ、難易度1。滅菌弾で3体同時撃破。はあ、こうやって上がっていくわけですね、難易度が。ほう、あ、登場、映えるニガエビ。闇あるところ光あり、フラッシュに照らされ希望の光。ニガエビ参上、取って取って。なるほど、これでストーリーが一つずつ進んでいくっていう。いや、これも同じか。そんなナイフを満喫中のライオンは、プチクラブに絡まれている。助けてあげよう。キングの出撃残り7ラウンド。これどうしよっか。どうしよっか。今まで初めてストーリーっていうものがこれ存在しなかったんですよね。固定のキャラクター同士で会話はあるんですよ。で、多分キャラクターのバックボーンとしてストーリーはあるんですけども、ゲーム自体にそのストーリーがはっきりとなかったんですけども、今回ですね、フラッシュバックダンジョンがですね、フラッシュバックストーリーとなりまして、こうやってこのストーリーができるようになりまして、今までですね、もう始めたら、この実況を始めたら、フラッシュバックダンジョンやって、あ、ディープマイニングやって、フラッシュバックダンジョンやって、でタッグバトルやって、ハックバトルっていう感じでやってって、で、じゃあ次回やりましょうかっていうことになったんですけども、フラッシュバックダンジョンにストーリーが加わったことによって、ちょっとこれやり方を変えていかな、いこうか、いかまいか。これをやるにしたら、ストーリーをやるにしたら、フラッシュバックダンジョンストーリーだけで、まとめた方がいいのではないかとちょっとね、思いましてね。一緒くたにすると多分、なんていうか、動画の時間も長くなりますし、多分、
ストーリー追うのがちょっと、混ぜちゃうと、どんな感じで追ってるのかっていうのがちょっと分かりづらくなると思うので、フラッシュバックダンジョンストーリーは、フラッシュバックストーリーはフラッシュバックストーリーでまた別として、追っていきましょうかね。とりあえず今回は、タッグバトルをやりたいんですけども、影がさ、前回、フラッシュバック、タッグバトルでさ、パートナーになった人がさ、このシルエットのやつ使ってさ、フィールドを大暴れしたからね。せっかくなんで、動画のサムネをさ、あれにしたら、意外と好評で。もうちょっと待ってね。もうちょっと待ってね。あ、できないのか、今。じゃあ、仕方ない。ハックバトルにやりましょう。そうか、そうか。フラッシュバックストーリーになった。今回はタッグバトルが、お休みということで、ね、フラッシュバックストーリーの方を、ね、進めたということで。いや、でも、開始前だけのストーリーなので、でもあれも多分期間限定だと思うんだよな。やるんだったら一気にやった方がいいかな。わかんねえよ。さあさあ、キングをいたしまして。さあスタート。まずは儀式ですね。始めるぜ。それじゃ行きますか。猫さん、おお、出たぞ。何あいつ標準装備なの？限定キャラじゃないんだ。あ、でも限定キャラなのか、それともある期間中だけこのどのモードにも出てくるっていうことなのか。そういう効果あんの？あー、そうなんだ。俺前回てっきりさ、フィールドの妨害工作のためだけのやつかと思ってたんだけど、今さっき、敵の、黒いやつがうんこ踏んだときに、SP が一つ増えたんで、SP を増やすためのあれなのか。ソード消えたし、儀式さんが倒れた。参ったな。めっちゃうんこ出すやんけ。わ、これまずいぞ。あのじじい、やべ、あのじじいめっちゃやばくない？どうなのかな、あのうんこ。こっちが踏んだらどうなるのかな。踏めんのか。あーっと、猫さんが殴られる。おひねりはまだ用意できない。さあ、猫さんが一発、さらに爪を研ぐ。だが撃破には至らない。
敵が動くか。動いたね。確実にこちらを狙ってくる。不死身だ。何度でも蘇る。じゃあここに儀式を出して、さーてと、ジジイがどう動くか。いいのじゃ、俺がプログラミング。全体攻撃をかけてくる。あ、あ、吹っ飛ばしてる。こいつは自分でやっておきながら勝手に怒るってどういうことよ。やべえな、あのジジイ。フィールドにうんこ漏らすとか、うんこ漏らすだけじゃなくて、あの手の力でぶっ飛ばすっていう。いやー、ほんとデンジャラスだわ。で、ここで2体撃破。あ、いつの間にか1体いるね。おっと、これで、お、儀式はまだ動かない。ボスが近づいてきたが、これはどうだ。あーっと、儀式なぜ動いた。これでしまいだ。オラ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 、くたばれ。よし、こっち待ったのか。なんでガンダの大ミュージンとか。やりましたね、なんとかやりましたね。さあ、誰が来るかな。お前らかよ。あれもう、これで勝ったハックバトルで勝ったもの、勝った時のさ、報酬ってもう敵のやつ出ないのかな。はい、まあ、じゃあディープマイニングをして終わりとしましょうか。ちょっとね、イレギュラーがあったんでね。ちょっとイレギュラーがあって一旦中断したから、時間がちょっと長引いてますけど、あとあれですね、フラッシュバックダンジョンがパワーアップしてるということね。別に疲れてない。ぐる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 、はい、ですね、今回、やっていきまして、まあ、フラッシュバックダンジョンがですね、フラッシュバックストーリーとなって大きく様変わりしまして、今までですね、基本的にゲームに関してはですね、多分キャラクターのそのキャラクター一つ一つに、まあね、データの一部みたい、データの一部みたいに、ストーリーとか関係性とかはあったかもしれな、知れないですけど、今回ですね、ゲームに関わる感じでですね、この、ストーリーが追加されてきてまして、フラッシュバックダンジョンストーリーということでですね、2つのストーリーが、追加されましたけども、それですね、まあ今のところ、その期限が書かれてないので、まあ、標準で装備されているとは、標準で実装されているやつだとは思うんですよ、ね。で、今後、あれが増えたことによって、今までの、実況やってきたルーティーンがちょっと変化するんですけども、あのストーリーをどうするか。
あのストーリーをストーリーだけで進めていくのか、それともいつもの実況の中の一つとしてやっていくのか、これちょっとですね、困るっていうか、どうやっていこうかなってちょっと今考えておりまして、単体でやるんだと一気にこう進めていく形になりますかね。基本的に自分で編成したキャラクターではなくて、もう用意されたキャラクターを使って、クリアしていく形になりますので、そうだな、なのでフラッシュバックストーリーに関しては、ちょっと別でやっていきたいかなとは思いますね。で、通常通りの、ソロモンプログラムですね、実況はそれはそれで、やっていきたいなとは思っております。はい、今回ね、タッグバトルがですね、準備中ということで、ね、もう次に何が出てくるかっていうシルエットはもう分かっておりますけども、あのジジイがまた暴れ出すっていうね今回ですね、ジジイの力はですね、フィールドにうんこをばらまくだけではなくてですね、そのうんこがですね、SP のポイントになるっていう、恐ろしい能力だなって。あのじいさん、なんだろうな、今のところなんかバランスブレイカーになりそうな気がして怖いんだけどな。今後ちょっと今後ちょっとね、恐る恐る見ていきましょうかね、デンジャラスじいさんはね。はい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。